なんでもチャレンジラボ。本日は私佐々木愛香がいろんな芸術に触れてみるなんでもチャレンジラボというコーナーです。今回のシリーズはパステルアートということで北島敦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは先生、今回は第2回目なんですが何をするんでしょうか？はい、今回は、前回1回目に描きましたこのパステルアート、はい、はい、これにですね、色鉛筆やラメや修正器を使っていろいろ描き込んで、はい、完成に仕上げていきたいと思います。はい、完成ですね。じゃあまあ早速もう描いていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、初めにまず色鉛筆を使います。はい、色鉛筆、はい、この見本なんですけど、見本のこの木の実とか草とか、うん、はい、花びらが書いてあるじゃないですか、はい、これをまず書いていきたいと思います、はい、でこの木の実を書きたいと思います。まずは、まあ、色は何色でもいいんですけど今回はオレンジ色で木の実を描きたいと思います。はい、オレンジ、はい、一色でやっていくんですかね。一色で、はい、まあ色鉛筆の描き方も何もないんですけど、はい、まあ木の実はですね、まあ、円を描いていきます。このように、あこんな感じで円を描いていきます、はいはい、で自分の好きなところに描いて、好きなところでいいんですけど、色鉛筆で大事なポイントが重ね塗りっていうのがあって、はい、色鉛筆は基本重ね塗りをするものですよ。そう、一色では使わないってことですか？同じ色でも上から何回も描けるんです。足す、描き足すってことですか？はい、はい、いただきますかね。それで影にしたい部分はちょっと何回も描き足したりして、薄くしたいところはちょっと薄くしてやると、これもグラデーションができて綺麗になります。あとは木の実の配置ですね、バランスに気をつけてください。バランスですね、まあ、ここは僕指示できないんでセンスで、小学生とかすごい発想が面白くて、なんか急に色鉛筆で黒い、あ、っていうか鉛筆か、鉛筆で急に全部塗っちゃうんですか？真っ黒にしだして、それもったいないですよね。で、上からなんか白いパステルでなんか引き出すして、あ、黒で塗ったところから白でこう消すって感じですか？そんな発想、そう、面白い。いけます。で次は、この要領でこの草の部分を描いていきたいと思います、はい、草は、緑色で描いていきたいと思います。これですか？まあ、草が描けないっていう人もなかなかいないと思うんですけどそうですね簡単な草の描き方があって、はい、この見ればわかるんですけど、人っていう漢字あるじゃないですか、はい、それを上下ひっくり返すんですよ、うん、そうすると草になるんです。おー、こういうことですね。そうです。それをそのまま他に描いていきます。はい、はい、こんな感じで
これも自分がこう自分の感覚でどこに感覚でどこでもいいです、はい、できました、はい、次は、この花びらを描いていきます。花びらは今回は赤色で描いていきたいと思います。赤色、はい、で花びらなんですけどこうありますよね、はい、こう簡単な描き方がこれもあってですね、はい、米印ってあるじゃないですか、マーク、はい、ありますね、あれそのまま描くんです。あ、そうなんですか。え、米印なんですか。はい、あ、本当だ、すごい。え、これとはちょっとやり方ですね。まあ、違います、本当に初心者でも誰でも間違いなく書ける方法。米印ですね、はい、はい、できました。で、今度はですね修正液を使います、うん、修正液、はい、修正液で、星空を描いていきます。木の実の時と同じように大小いろいろな丸を描いていくんです。はい、木の実、うん、すごい。これだけで星空が出来上がります。すごい、修正液なんですね。で、ここまで来たらもう完成まであと一息です、はい、あとはこの最初に紹介しましたラメをいよいよ、はい、使う時がやってきました。やってきました。ラメなんですけど、ラメは、まあ、何色でも実は構いません。はい、とりあえずじゃあ黄色で、はい、黄色でこのラメを使ってですね、色鉛筆で描いた部分に塗っていきます。キラキラ、うん、あ、上に乗せていくってことですね。そうです、こうなってて、はい、そのまま上から糊を乗せていくんです。ほんの少しってことですかね。少しだけです。これ全てに乗せていくっていうわけではないんですよね。これ全部乗せていきます、はい、木の実にかけれたら、はい、今度は花びらの真ん中に乗せる感じで、うん、花びらに乗せるんですね、はい、できました。できました。あとはラメが乾くのを待つだけ。はい、これであっという間に完成です。完成です。はい。すごい。すごい簡単でしたね。本当に。そう、本当に簡単なんです。うん。私結構不器用なんですけど。はい。すごい簡単にできた。今言った順番でそのままトレースしてやれば誰でも描けますんで。そうですね。で、これを、まあ、例えば、ね、友達にクリスマスカードとか、あ、すごい、そうそう、誕生日カードとかで、はい、自分の自家製のカードを、はい、それいいですね。やれば結構喜んでくれると思います。うん、この物も全部あの揃い、100均とかで揃いましたもんね。そう、1000円以内で、すごい、やってみようかな。そうですね、クリスマスカードとかいいですよね、うん、
どうでした？いやなんか最初これ見た時にできるかなって思ったんですよ、うん、だけど いざやってみるとすごい、なんですかね、優しくっていうか、なんか全然なんだろう、考えなくてもちゃんとこう物になってくれるというか簡単にできますね、うんうん、タッチがなんかやっぱ粉だから、ね、塗り込むだけで、そうですね、それっぽくなるっていう、練り消しとかでこう消すこともできるっていうのが、うん、いいなって思いました。ちょっと今度はですね、応用編っていうのがあってですね、はいはい、応用編まあこれが基本なんですけど、はい、これをさらにクオリティを上げて完成させる方法がいろいろとありまして、はい、まあ、それをちょっと紹介したいなと思います。はい、ぜひお願いします。はい、はい、第2回目はここまでです。また次回続きをやりたいと思います。北島先生ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回も芸術あはい第2回目はここまでです。また次回続きをやりたいと思います。北島先生ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。